室蘭市の無職伊藤信弘容疑者は今月16日までの間自宅に遺体を放置した死体遺棄の疑いで逮捕・送検されていますその後の捜査で遺体は伊藤容疑者の母親村さんで大腿骨が折れていましたさらに伊藤容疑者は調べにどうしたらいいのか分からずパニックになった年金受給のためだったなどと話していることが分かりました